ペトロモヒーラは、モルダビア公国の貴族、モヒーラ家出身のポーランド・リトアニア共和国の政治家、聖職者である。青年時代は、軍人として、オスマン帝国との1620年のゼェラの戦い、1621年のホティンの戦いにおいて、巧妙を立てた。しかし、修道への希望を持つようになり、1625年に、キエフ洞窟。 大修道院で戦神を受けた。1627年に同大修道院の手のヒラインとなり、ウクライナにおける、聖教会の復興と改革に努めた。1632年には、イエズス会のカレッジをモデルに、キエフのヒーラカレッジを創立した。また、同年に、キエフ洞窟大修道院において、聖教関係文献の出版を開始した。 1629年には、生体礼儀の改革を行った。1633年に、キエフ、ハールイチ及び全粒子の不主教、並びに、コンスタンディヌーポリー総主教の総主教代理となり、キエフの聖ソフィア大聖堂を不主教座にした。その後、キエフ大公国時代の教会を多く復興させ、1642年に、新たな聖教要理を定めた。 ウクライナ正教会、ルーマニア正教会、ポーランド正教会では、聖人として数形されている。ペトロー・モヒーラについては、カトリック教会からの影響が濃厚なことに対する、否定的評価が、正教会において述べられることがある。ありがとうございます。